ワークバランス満足度、世界最下位国、日本。働き方改革と名を打ち、三本の柱で改革とは言うもの、なかなか働き方が改善されないニキたちも多いのではないでしょうか。今回紹介するスレは、正義のヒーロー朗希とは逆の、悪のブラック企業のお話です。一気はすぐ離脱するけど、スレ民の面白やりとりをお楽しみください。それでは、始まり。地方、朗希にチクった奴が名乗り出るまで会議室にこもるも、誰も名乗り出らず。昼休み突入した、わらわら。建前上は、改善するために問題点を具体的に聞くためらしい、仕事たまる一方なんやが、密告者は、24時間いつでも電話に出られるように強制させるのは、業務時間とみなされて残業代請求してるし、てか、この犯人探し自体。問題点やろ。一致がこのことチクれば、離職率高そう。ブラックすぎて、草。ロープと癒着してないとか、超ホワイト企業やん。は？社会出たことなさそう。聞かなきゃ改善できない、わからない、っていうことがすでにヤバいな、その会社。もう問題点出てるやん。報復行為として見られたら会社ヤバいな。朗希もめんどいし、この程度じゃいちいち相手しないよ。いや、普通に朗希も仕事でやってることだし、面倒だから相手しないってことは職務放棄やで。普通に懲戒解雇になる事案や。くさ、ないない、わら。みんな出てあげればええやん。いつでも電話出れるように待機してろってことなら、普通に業務時間やん。朗希って、どの会社でも結構すぐ来るもんなん。昔辞めた派遣がチクって朗希って取り調べみたいなの、Y が対応したわ。精神病かかってた上司が、実した時は、社長めっちゃビビってたけど、結局朗希来なかったな。Y、正義のパート社員、時給が15分単位で切り捨てられていることに憤慨し、賃金全額払いの原則に基づき、1分刻みのお給料を求めて朗希に申告中。甘ったるいな、Y んとこは30分切り捨てや。Y は、それを逆手に取って勤務時間中もサボってるわ。なんか言われたら、残業15分単位でしかつけてないやんと反論するつもりや。これいつも思うけど、雇用契約書にサインしてんのに後出しでいけるもんなん？いくら契約書でも、法規違反してるなら無効や。法に反してたら無効。法律、労働協約、就業規則、労働契約の順が優先度、労働契約は一番雑魚や、労働協約は労働組合と結ぶ労働条件。社内で、この会社は会社内で人殺し OK ですとか言って、法律より優先されるわけないやん。納得したわ。非日常感があって楽しそう、本人は死ぬほど嫌だろうけど。小学生の頃の帰りの会でそういうのあったわ。ですと。一致の上司か？社員全員の何 J の ID 出させたら犯人わかるで？ですと。ですと。特定しようとしてんだったら怖すぎ、わろた。そんな中スレには、社畜ニキたちが現れ、自らのブラックさを露呈する。え、休日って、会社から電話来ても出なくてええんか？ええで？当たり前やんか。精神が侵されているやん。そんなん払わされたら会社倒産するで、時給換算の 25%、深夜に至っては 50% や、それを毎日全員分やろ。そんな会社は潰れた方がええ。日本の会社の3割倒産して、失業率 20% 超える試算がある。つまり、大半がゾンビ企業ってことやん。そもそも、無駄作業に伴う無駄残業なくせば、ほとんどの人間定時で帰れるわ。実際に潰れたら穴ができて、穴埋めのための会社も人員増えるから問題ないのに。中国企業に仕事を奪われるんだよな。残業代が営業手当込みって合法なん。うち残業分これだけ、手当分これだけ、って明示してあって、なおかつ残業分が基本給の残業割増以上なら問題ないで。Y の会社、30分単位でしか残業つかないんやが普通なんか、17時30分終了で、17時59分にタイムカード切ったら残業ゼロ、18時29分にタイムカード切ったら、残業30分だけ。当然あかんで、残業は1分単位で払うのが原則。Y の会社もそうやで、本当は1分単位でも出ないといけないらしいけどな。まあ普通に違反や、1ヶ月の合計残業時間に関しては、30分未満切り捨ては合法や、1日単位でそれやったらあかんで。基本は1分単位で業務の都合上区切ってもいいけど、切り上げじゃないとダメ。本当はいかん、でも、やってる会社も多い、あまり深く突っ込むと、じゃあ休憩時間も1分単位で全部労働時間から引いとくで、ってことになりかねんから、持ちつ持たれつで、なあなあで済ませておくのが妥当。呪術トリックとか仕込まれてなくて、4大印象通りの意味ならまず間違いなく違法。この手の会社への対処法は、就業時間中に使用するなどして、適当にサボることやね。そしたらトントンになる。Y は、それで就業時間中に服用をするフィーンプレイしとるで。フィーン。Y の会社は、労災隠しとまでは言わんがようやってたな。Y が怪我した時も総務課長が、怪我した事業所変えるように言ってきたわ。怪我するとか無能で草。
弊社労務局の社内通報窓口を作る、社員 A さんが社長のパワハラを通報、労務、社労士ではなく、社長へ連絡、A さん社長と2社面談、A さん、その日のうちに辞職、おかげで誰一人社内通報窓口使わないわ。こういうのって、普通外部の弁護士直通とかやろ。この会議で業務滞る、残業詐欺残、労基署無限ループやろ、これ。もう労基に就職先すればよくね。上司が南税民だったら一致終わりやん。会議室ですれたては、草。ほな、また壁の模様を見続けてうようよ動く遊びをやってくるわ。一致はそう言い残し、スレの流れはブラックあるあるへ。こんなん相手嫌からすれば普通やぞ。みずほの ATM 止まったらお前ら大騒ぎするやんけ。なら IT 業界もちゃんと金払えって話になるけどな。やから交代で運用要員が24時間36日おるやん。329日分足りなくて草。営業の社員の中に毎日午前中で帰宅してんのに会社には17時までみっちり働いたことにしてるやつおるんやが告発した方がええんかな。正直営業ならそれで仕事回ってんならええと思う。というか会社も手放したくないと思う。全然仕事してなくてお前の負担になってんならあり。まあ営業は売りが全てやからな。極端な話、週1日しか働かなくても誰よりも粗利稼いでるなら会社は手放したくはない。別に自分は迷惑してないし、売り上げも固定のお客さんだけで十分な人やからな。ただ何人かの後輩に、おかしくないですか？ってクレーム来てるだけや。自分の客持ってる人なら、会社もわかってて見逃してるんやろな。後輩には、お前らも客捕まえたら同じことできるぞ、って言えばモチベーションになると思う。こういうブラックの化身みたいなのがおるからブラックがなくならんのやろな。みなしでもみなし分以上働くなら残業代支給せなあかんのに、そういう使い方は悪用や。外回りの、みなし労働時間は合法で残業発生しないねん。もちろん条件はあるけど。みなし分以上働いても、残業代なんて法律上でないよ。裁判とかで会社側が負けてるケースは、そもそも本当に労働時間の管理が困難なのかどうかとか、会社からの指示等がどれだけあったかとかの、そもそも、みなし労働時間制の適用要件を満たしてたかどうかが争点。当然みなし労働時間制が所定労働時間を超えて結ばれてる場合は払うけど。就活してると、残業20時間未満がほとんどだけど本当なん。ジムとか会社の奥の方のおっさんは残業あんましないから、若いやつはまあまあすると思う。Y の会社も、指揮法の残業時間10時間とかやけど、Y の部署は、みんな毎月80時間がデフォやで。もちろんほぼ毎日定時に帰ってる部署もある。結局は部署次第や。ガチやで、残業ゼロの部署と法定ギリギリ45時間残業してる部署が半々なら20時間になる。関係ないけど、強制年休5日取得制度のニュース特集で、従業員みんな5日も休まれたらうち潰れちゃいますよって労基署で怒鳴ってた社長おったな。社員少ないにしても、5日休めない仕事ってなんやろな。そういう会社は潰れた方が長い目で見たら日本のためや、目の前の経済には、ちょこっと影響あるやろうけども。こういうは、取引先がまともに金払ってくれないんだと思うで。Y のとこに給が年6日しかないんやが、これ合法なんか、最低10日スタートで年次ごとに増えると思ってたわ。昭和63年4月改正までは6日スタートだった。どういうことや？それまでに起業してたら今でも6日スタートでええんか？これやったと思う。収録規則をよく読むと祝日は休みじゃないけど、有給を割り振って休みにしてるクソ会社あるぞ。そういうのはなかった。普通に有給6日スタートやねん。昭和の頃の規定を改正されたの知らずにそのまま運用してると思われる。電話待機が労働時間になったら、警察官とか新聞記者とか仕事として成立せんやろ。記者はともかく、警官は公務員だから労基法関係ないし。Y はその校舎やけど、大体固定残業制やな。結構もらえるが、時給換算するとゴミ。残業代は固定で良いとしても、年360時間制限どうなるの？そんなもん無視や、働き方改革とか報じてる報道機関が一番改革されてない。時間前はできるようにするくらいじゃ残業代でないだろ。出るぞ、勤務時間とみなされるからな。されないよ、適当言うな。原則、労働時間には該当しないと考えられます。自宅での電話待機って何回か裁判になって結局業務時間にはならないって判例出てるんだよな。Y の職場にもあるけど、納得いかんわ。そして解決が見えそうな策たち。大手子会社だけど、数年前に労基に指導されたおかげで年収が50万くらいアップした。大手系列でめちゃくちゃやってるところに対しては、労基の動きも早いわな。労基を動かすコツは、相談じゃなくて、申告に来ましたって言うんやで、これをされると調査と対応を必ず報告しなきゃいけないって決まってるから、絶対に動く、役所はもっとコンビニ感覚で使うもんや。できれば、労働〇〇法難上違反の事実を申告まで名乗りたいわね。Y のとこも匿名アンケートで批判書いたおっさんがめっちゃ怒られてた、ログイン必要なウェブアンケートの時点で気づこうや。
マシュマロ使いや、すごいたくさん意見出るで。全員に目をつぶってもらって、社長だけ目を開けて正直に手を挙げさせればいいのに。全員挙げたらいいな。社長、帰りの会が長引くねー。小学校みたいやな。犯人探しやめろ。誰がチクったか、犯人探しするヤンキーみたいやん。働くのって怖い。この動画の感想や、あなたのアドバイスや体験談など、いろいろな意見のコメントを見たい。面白かったところなどの時間も、よかったら書いてほしい。このチャンネルは、他より面白くスレを紹介できるように頑張っていくので、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録していただけたらありがたいです。また新しい動画でお会いできることを願って、最後までありがとうございました。